Wow. こんにちは。今日はですね、サムネとタイトルにもあった通りですね、新しいね、商品というか、撮影器具をですね、購入しましたので、まあその紹介をしていきたいなと思っております。まあ何かっていうのは、まあ写真で見ていただいて分かっていらっしゃるんですけど、ジンバルっていうものですね、カメラをね、まあスマホを挟んでこう自撮りできるような感じのものだったりとかっていうものなんですけど、ということで商品こちらでございます。はい、シンバルでございます。これはね、ホヘムっていう、ホヘムって書いてある、はい、ホヘムの、X というタイプですね。はい、これのね、ちょっと、V だったりとか、X2 とか3とかあるらしいんですけど、まあ、いくらかっていうとですね、これ、ちょっと後ほど言いますね。まあ、機能の説明しないとね。まあ、簡単に言うと、こんな感じでぐにぐに動くわけですよ。で、ここにスマホをですね、挟んでですね、カバッと、カバッと挟んでですね。で、電源とスイッチと、あとこれが、方向とかあるんですけど、まあ、ちょっとね、電源入れてみますね。で、これなんで。はい。ってやると、こうなんか、くるくるって回るじゃないですか。アプリ、取って、そこと、連動して、今、スマホから、そのアプリの中の動画の撮影のところから、撮りますよっていうので、やってるんですけど、今ね、ちょっとね、スマホで撮ってるんですけど、はい。なので、こう動かすんです。こんな感じでね、動くんですけど、ちょっとスマホが置いてないんであれですけど、こうね、なんだろう、ブレない。こう、ちょっとこう走ったとしても、なんだろう、同じ位置で、なるべくいてくれるみたいな。そういう感じの、まあ、俗に言うジンバルと、もう、申すわけでございますよ。はい。っていうものを買いましてですね。これ結構ね、このジンバルみたいなもののタイプで言うと、安価でございます。安いです。1万円もしませんでしたね。はい。そんなに高いものじゃなかったんで、すごく便利に、使わせていただこうかなと思っております。なのでこれからこちらでやっていきたいと思います。で、何だとしたら今iPhone 使ってますんで、 iPhone で、こちらを、使ってですね、なるべくね、ブレないように、当然 iPhone にもね、手ブレ補正がついております。で、こちらも、手ブレ補正が、補正というかね、ジンバルなんで、なるべくこう振動がないように、こうね、揺れが少ないようにやってくれるものでございますので、ね、まあいろいろとね、そのものの、ものによって、売れ筋のあるメーカーさんもあるんでしょうけど、私ね、ちょっと試しにまだ動画にしてないんですけど、いろいろ撮ってみたりとか、してみたりとかして、やってみたんですけど、結構ね、いいかもしれない。またこのね、専用映像をね、お届けできれば、と思います。せっかく外付けマイクも買ってますし、ワイヤレスマイクも買っているわけですから、いい音といい映像が届けられるではないでしょうか。まあ、ちょっと面白い動画も作っていきたいとは思うんですけど、まあ、ということでですね、まあ、今の機材をですね、買いましたので、せっかく、ですので使っていきたいな。ちょっと紹介しきれないでいけないんですけども、これはねすごいんですよ。顔認証機能でね、こう追ってってくれたりとかね、ということでですね、この機材を、機材たちをですね使って、また今後も撮影していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もしていただきながら、次回、楽しみに待っていただければと思います。ということで、ジンバルの紹介でございました。ではまた。